煉獄は、安倍工房作、脚本のテレビドラマ、芥川博主主演により、1960年10月20日に、九州朝日放送で放映された、昭和35年度芸術祭奨励賞を受賞。モンテカルロの国際テレビ祭に出品。なお、冒頭シーンは、上野英信の、追われゆく甲府たちの中のエピソードからヒントを得たもので、ある。脚本テキストは、 1960年、雑誌、現代芸術12月号に掲載。1965年、そのレコード株式会社の雑誌、テレビドラマ5月号にも再掲載された。後に、映画脚本、落とし穴に展開され、1962年7月1日に、手使河原博監督により、映画化された。山を逃げた流れ者の二人の炭鉱夫、A、B は、 百姓を騙して、飯にありつきながら、一軒の労働下宿にたどり着いた。労働下宿の主人は、A と一枚の写真と見比べ、A が来るのを待ち受けていた。その写真は、A と B が、百姓の土地で炭が取れるふりをしていた時に、サラリーマン風の謎の男 X に取られたものだった。A は渡された略図を手に指定された場所へ向かった。駄菓子屋の女に道を聞き、 陥没故障のそばを歩いていた A は背後から近づいた男 X に突然ナイフで刺殺された。一部始終を目撃していた駄菓子屋の女は男 X に口止め料を渡され虚偽の供述をするようにやつされた。死んだ A の体から幽霊の A が分離した。駄菓子屋の女は交番に行き、X の言った通りの虚偽の目撃談を話し、犯人は右耳の上に ハゲがあると言った。憤慨しながら、事件の現場検証を見ている A の幽霊に、同じ幽霊の身の見知らぬ男が声をかけた。真相を知りたがる A に見知らぬ男は、知れば知るほど辛さが増すばかりだというが、A は新聞記者とカメラマンの後を追った。記者らは A が平山炭鉱の第二組合の委員長、僕内とうり二つなのを知り、第二、 組合長が替え玉を使い、犯人を右耳の上にハゲがある第一組合副委員長、演算に見せかけた犯行かと考えた。ことの真偽を探るために、記者は駄菓子屋の女のところへ機内と遠山を引き合わせようと考え、二人の泥沼葬儀の独占記事を期待した。カメラマンは、真犯人は第一でも第二でもなく、会社という線もあるのではないかと言った。 自分が記者に疑われていると思い、駄菓子屋へ向かった木内が、店の女の死体を発見した。女は男 X に殺されていたのだった。一方、エンザ山ンは記者より先回りし、駄菓子屋に行き、店の中で老狽している木内を覗き見た。木内はエンザ山ンに女殺しの犯人呼ばわりをされ、エンザ山ンの罠にはめられたと思った。二人はその場で特っくみ合いの喧嘩となり、 沼に捨てられてあったナイフを掴んだ遠山は木内を刺し、木内は円山の首を絞め、二人とも死んだ。二人の死体を男 X が写真に撮り、手帳に組合2個、人体4個、処理完了とメモした。それを見ていた幽霊の A と駄菓子屋の女は、あんた、誰じゃなんで、うちを殺したんじゃと男 X に叫び、取り残されて立ちすくんだ。 死んだ時のまま空腹の A は腹が減った未来英語じゃ、とつぶやく。他、KBC 放送劇団演出の梅津昭夫によると、世紀の葬儀と言われる三井三池炭鉱の葬儀のさなかに起こった暴力団介入による第一組合委員の殺人事件にヒントを得て、舞台を筑法地帯のある中小校にとって、そを練った。 異色のミステリードラマであると解説されている。ありがとうございます。